皆さんこんにちは。欅坂46および欅坂46の元メンバーで、現在は女優やタレントとして活躍している長濱ねるさん。明るい笑顔に癒されるファンも多く、男女問わず人気がありますよね。そんな長濱ねるさんですが、どうやらハーフという噂があるようなんです。そこで今回は長濱ねるさんがハーフという噂について調査しました。また今でも根強い人気がある長濱ねるさんですが、結婚はしているのでしょうか。噂のバンドマン井上龍馬とは、欅坂を卒業してからの長濱ねるは、合わせて調べていきたいと思います。まずは簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名長濱ねる、生年月日1998年9月4日、出生地長崎県長崎市、身長159センチメートル、血液型 O 型、職業タレント女優、事務所シード&フラワー合同会社、現在はソロでタレント活動をしている。ネルソンこと長濱ねるさん、名前のねるは考えを練るという意味が由来だそうです。そして高校生の時には高校生クイズの長崎県大会に出場したことがあり、決勝まで進出。中学生の時に乃木坂46を好きになり、高校2年生の時に鳥居坂46のオーディションの情報を知ります。親の言いつけ通りに勉強する現状に疑問を持ち、自分を変えたいという思いで応募。両親は受かるわけないと考えていたので、思い出作りとしてオーディションを受けることに賛成しました。しかし順調に二次審査に受かって、三次審査まで勝ち進んだことで、母親から三次審査に受かっても辞退して帰ってきなさいと言われます。結果三次審査にも受かって最終審査に向かおうとしますが、長崎から東京のホテルに母親が来て、長濱ねるさんを連れて家に帰ったそうです。しかし家でただ泣くだけの長濱ねるさんの姿を見かねて、父親が事務所に連絡したところ、乃木坂46のライブに招待されます。乃木坂46のライブを見た両親は、娘を応援したいという気持ちに変わり、スタッフにもう一度チャンスをもらえたらと頭を下げたところ、特例でオーディションに合格しました。オーディションに特例で合格しましたが、最終審査を受けていないので欅坂46ではなく欅坂46としてアイドル活動をスタート。またデビューシングルサイレントマジョリティには参加していませんが、カップリングに長濱ねるさんのソロ曲乗り遅れたバスが収録されています。その後セカンドシングル世界には愛しかないで楽曲制作への参加が決定し、メンバー全員で涙を流しながら喜びを分かち合いました。それと同時に欅坂46と欅坂46の兼任が発表され、2つのグループの楽曲制作やライブレッスンなどをこなす多忙な日々が始まります。そして2017年9月25日フィフスシングルの発売と同時に、長濱ねるさんが欅坂46専任になることが発表されました。運営スタッフは体調を考慮してと発表しましたが、長濱ねるさんはどちらのグループも中途半端になって迷惑をかけているのではという思いをずっと抱えていたと話しました。欅坂46のメンバーから、ずっとねるちゃんはひらがな欅だと思ってると言葉をかけてもらって嬉しかったそう。2018年2月には長崎市観光大使、同年3月には欅坂46こちら有楽町星空放送局の2代目メインパーソナリティに就任しました。その他雑誌でのモデル活動やテレビ出演など幅広く活躍。欅坂46の2期生には長濱ねるさんに憧れて加入したメンバーも多数いて、欅坂46のエースとして人気を博しました。しかし同年2月27日に発売したエースシングル黒い羊の活動をもって卒業することを2019年3月7日に自身のブログで発表。欅坂46からの卒業を発表した際、芸能活動を継続するかどうかは明かされていませんでした。しかし2020年7月7日に長濱ねるさんのオフィシャルサイトが開設され、同時にセブンルールへの MC 就任も発表されて芸能界に復帰。2021年7月にはアイドルフェス東京アイドルフェスティバル2021の2代目チェアマンに就任。現在は多数のバラエティ番組に出演し、マキア、ビス、ウィズといった雑誌にも登場するなど、アイドル時代から変わらず活躍中です。男女問わず人気がある長濱ねるさん。長濱ねるという珍しい名前は芸名なのかと思いましたが、どうやら本名みたいです。そんな長濱ねるさんですが、
このネルという変わった名前からハーフ、韓国籍なのではという噂が広まっています。真相に迫っていきましょう。ネルという言葉は韓国語の明日、未来という意味なんだとか。他にも長濱ねるさんが韓国好きで中学時代に韓国へホームステイしていたことや韓国旅行によく行っていたことで韓国人なのではないかと言われるようになったそうです。ここ数年は若い世代の間でも K-POP や韓流が流行っていますから、なんら珍しいことではないですよね。他にも長濱ねるさんが韓国に親戚がいるという噂がありましたが、具体的な証拠はありませんでした。そのため長濱ねるさんの国籍は日本で間違いないと思います。生まれは長崎県長崎市で、育ちは五島列島中通島なので韓国にルーツはないでしょう。生まれも育ちも日本で、韓国籍とのハーフという噂はデマだということが分かりました。そんな長濱ねるさんですが、結婚するとの噂も。その結婚相手にとあるバンドマンが上がっています。元アイドルなので現在でしたら問題はないのですが、恋愛に至ってしまったのが欅坂にいた頃と情報が出ています。早速調べていきたいと思います。長濱ねるさんが結婚するという話は SNS のある投稿が話題となり、じわじわと広まっていきました。また親戚と名乗る人から長濱ねるが結婚するとのツイートが拡散され、インスタのストーリーでも長濱ねるさんの知り合いが匂わせるようなことを言っていたとの噂もありますが、どちらも定かではありません。そして長濱ねるさんの結婚相手は以前お付き合いをしていたバンドマンの井上龍馬さんではないかとの声も上がっています。長濱ねるさんの結婚相手はシーズの井上龍馬さんではないかと噂がありますが、これは欅坂卒業前に付き合っていたという文春の報道で明らかになっています。しかし一緒にいる写真がなかったり、付き合っているという情報の元が文春からしかなかったりと断言するのは難しいかもしれません。ですがここまで噂が広がっていったのは、数々の匂わせが多くあったのも確かです。アイドルは恋愛禁止が絶対のルールとしてありますが、好きな方と付き合えた嬉しさがポロリとこぼれてしまう瞬間もあるのかと思われます。今回はそうではないかと言われる3つの匂わせを調査しています。匂わせ1、公式ブログでの文章。長濱ねるさんの公式ブログでの文章で、最近聴いている音楽はシーズと答えています。この書き込みは2017年の2月26日なので、交際していたとしたら約3年となりますね。最近ホーロックを聴き始めました。音楽いろいろ知りたいですね。シーズさん、256さん、ランプインテレンさん、ヘイローアット4畳半さん、マイヘアイズバットさんとかかな。匂わせ2、バンドの T シャツ。こちらは長濱ねるさんがリハーサル中に着ていた T シャツですが、井上龍馬が組んでいるバンドシーズの T シャツです。長濱ねるさんは音楽好きとも知られていますが、当時まだそれほど表舞台に出ていなかったシーズでしたし、リハーサルの映像化は予想できず、少し気が緩んでしまったのかもしれません。匂わせ3、歌詞。こちらは井上龍馬さんが SNS で上げた音源動画になります。一つは集まれ動物の森の CM に起用されたレターという曲で、もう一つは未収録のデモ曲になっています。時期は被っていて、どちらも誰かを思わせるような内容になっています。結婚相手が長濱ねるさんなら、確かに口元も緩んでしまうかもしれませんね。また文春の報道によると、長濱ねるさんは交際を運営に知られてしまったからだそうです。その際に別れるか卒業するかという選択を迫られ、長濱ねるさんは卒業を選んだと言われています。今は見れなくなってしまいましたが、調べてみたところ、井上龍馬さんとは2020年の5月から6月頃に別れてしまったそうです。となると長濱ねるさんとの結婚は断定できないということになりますね。いかがでしたか。今回は長濱ねるさんについてまとめてみました。癒しの雰囲気や可愛らしいルックスの長濱ねるさん、結果として確かな情報がないということになってしまいましたが、たとえ結婚をしていたとしても長濱ねるさんの魅力が地に落ちるようなことはありません。復帰後これからの活躍も楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。